はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム IF アンヤ王国編第24章やっていきたいと思います。タイトル的にいよいよ火の火か。そうすると火の火倒して龍馬倒してっていう感じかな。まあ戦場へ赴きますか。24章、白夜王女火の火。ついに白夜王都へと進行するアンヤ軍。ミカミックスたちは軍師マクベスの残虐さに心を痛めながら王の前へ急ぐ。だがそうはさせじと白夜の一軍が前に立ちふさがる。結局今マクベスとかどこにいるの。ついに戻ってきたな、白夜王都に。ええ、あと少しで全てが終わる。白夜王女を落とし玉座を制圧すればいよいよ私たちアンヤ王国の勝利となるわ。平気なのか。今から攻め込むのはお前の育った場所なんだぞ。もし辛いのなら戦闘は俺たちに任せて。お前はどこか別のところで待っていても。いいえ、それはできないわ。おじけづいて逃げるために私はアンヤ側についたわけじゃない。最後の最後まであなたと一緒に戦うわ。この戦争を終わらせることこそが私を育ててくれた白夜王国のために、共に育った兄弟たちのためにやるべき使命だって。私はそう信じているから。アクア。ねえ。そういえば結局見つからなかったわね。匠のこと。あの後マクベスやガンズの部隊がしらみつぶしに探したそうだけれど、匠本人はおろか身につけていたものの一つも見つけることはできなかった。にわかには信じたい話だけれど、匠は消えてしまった。そう思うのが一番しっくりくるわ。消えてしまった。このことはさくらには黙っておいた方がいいでしょうね。ああそうだな。いいか、ミカミックス、アクア、マックス兄さん、うん、父上よりのお達しだ。これより白夜王都に進行する。皆に準備をするよう伝えてほしい。わかった。お、ガロン王様、ここぞとばかりに。わあ、兵士いっぱい連れてる。しかも超強そうな奴らだ。あいつだ。アイア軍が、アイア軍が来たぞ。お兄さんってなんだ、お兄さんってお姉さん。ああ、恐ろしい。まるで死神の、何これ、更新だわ。おい、裏切り者のミカミックス王子もいるぞ。結構有名人じゃん俺。巫女様や王とあんな風にしてよくその顔が見せられたの。主人を返しておくれ、この人でなし。民僧どもがうるさいですね。道を開けなさい。おお、マクベスなんてひどいやつだ。たあいもないですね。ご安心ください、ミカミックス様。あなた様に心ない言葉を吐く者は全て私たちが始末いたしますので。俺たちに逆らったらどうなるか思い知らせてやる。ここぞとばかりに出てくるな、ガンズ。こらえて、ミカミックス。後ろにはガロン王がいるわ。今彼らを止めたりすれば何をされるかわからないのよ。逃げればいいのに、この民衆たち。白夜王城に着いたようですね。うん、外に兵は見当たりません。大方全戦力を城内に集中させ防衛戦でもするつもりなのでしょう。そうだな。だが我々アンヤ王国軍は常に白夜王城を取り囲めるほどの数だ。投降するよう呼びかければ戦わずとも勝負がつく。なりません、マークス様。何、いいですか。これは白夜王国の邪魔者たちを一斉に始末するチャンスですぞ。投降の呼びかけなど生ぬるい。この戦乱に乗じ白夜の要人をすべて殺害してしまえば、晴れて戦争が終わった後我がアンヤ王国がこの国を乗っ取ることもたやすくなるでしょう。そんな卑怯な手を。ガロン王様、いかがでしょう。このマクベスの策実行に移してもよろしいでしょうか。好きにしよう。ありがとうございます。早々に決裁が降りたな。うん、ではお許しも出たことですので我々は城内に攻め入りましょう。私たちは裏から、ミカミックス様たちは表から、それぞれ進行するということでいかがでしょう。どうする、ミカミックス。それで異論はないか。はい、それが父上の意向であれば。おお、そうですか。それは何よりでございます。
では私たちは裏手に回りますゆえ、後ほど城内の王の場でお会いしましょう。くれぐれもうっかり戦死なさらぬようお気をつけください。うっかり死んでたまるか。マックス兄さん、俺はこのやり方がお前の本意でないことは分かっている。ミカミックス、お前は以前カミラに正義はどこにあるのかと聞いたそうだな。ああ、正義などありはしない。ありはしない。それが戦争だ。この世界に正しい道も間違った道も存在しない。あるのはただそれぞれの野望と欲望、そしてそれに付き従う者たちの思惑だ。よく覚えておけ。俺が正義だ。ドーピングをする。ちょっと待って、ドーピングの前にハロルドとブノワはいらない。2体分欠けてるんだな、そうすると戦力的に。でもな、もうこいつら鍛える暇はないからな。ドーピングでちょっと、お、これがある。これちょっと預けとこう。オッケー、よし。だいぶドーピングにも時間がかかるな。戦闘開始。制圧。そうか、王と制圧か。どういう感じになってんだこれは。火の火か。流脈があるな。飛行系が移動源、他は増加。火の火が使うとはてな。ふざけんな、どうせ火の火使ってくんだろここら辺で。ってことはちょっと待てよ。右上と左から攻める感じでいくか。まずレオンは絶対ここ、レオン無双が必須になるからな。ここはこいつで止めといて、ちょっとこんな感じで陣形を作っていくか。よし、小判持ってくれよかったな。小判無双が。おや、いらしたようですよ、日の香様。あなたの可愛い弟君が。ミカミックスか。戦うの？日の香様。ああ、この白鷺城は私が守ってみせる。何人たりとも王の間には行かせん。ここで食い止めねば第一王女の恥だ。そう、じゃあ私も頑張ります。お守りいたします。日の香様、私も全力であなたのことを。まさか我が臣下からそんな真面目な言葉が聞けるとはな。お前たちらしくないが、とても心強く思うぞ。ありがとう、アサマ、刹那。どうかお前たちは死なないでくれ。私はお前たちのことを信頼している、誰よりもな。わ、なんか飛んできた。え、こんな高いところから飛び降りたら匠死ぬって言ってたのに、どういうことだよ。百夜王国第一の王女、ヒノカ、マイル。めっちゃ優遇されてんなこいつ。うわ、飛んできた。そうか、ここは天魔武者が多いな。え、いきなり龍脈のとこにいるのかよ。でもこれってあれじゃん、ずるい。敵はそのまんまだ。弓か、やばいな。あれ、全然大丈夫じゃん。どういうことだ。機動力が落ちてるわけじゃないな。ちょっと待って、このあれ、こいつにカーソルが合わない。こいつなぎなた。この弓2人がかなり厳しいからな。ちょっとこっちに置いとこう。飛んでるやつらは安全なところに、このマス目、微妙なマス目に。あいつを排除してからにしよう。来い。痛い、食らった。 36% なのに。おお、
アクアが狙われた。痛い痛い痛い、アクア隠しないと。こいつを狙ってくるとは、アホだなお前は。結構食らったけど、よし。おお、来るか。この天魔武者からガンガン来るな。とりあえずこいつも危険だから、ここはやっぱりモズメでしょ。一撃で倒しておく必要がある。お大臣。そしてクエスター、168とか異常だマジで。ゼロをこいつで倒して、あ、しまった、アクアあれを持ってくるの忘れた。リライブン2個しかない、やばい。全然道具を回収してない。ちょっとしか上がんなかった。あれ弓もう一人いなかったっけ。アシュラいた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 。 OK、よし、今回弓兵大活躍だな。アクアちょっとここに置いて、ゼロをちょっとずつ回復させないと。あとは大丈夫かな、こいつらもガンガン来てるからな。ちょっと待ち作戦でいこう。おお、来てる来てる、こいつらも来てるか。ちょっと一旦下がるか。そうするとよし、ナイス小判。よし、これで攻撃は食らわないだろう。あ、食らう食らうけど倒せる。ナイスだ。明日は我が身だ。こいつらが進軍してきた。お、またなんか使ってきたよ。これ何なの、何の効果があんの。もし敵の機動力が上がるとか、そんな感じでは全然ねえな。こいつらあれだな、魔法兵だから、こいつも魔法兵か。魔法兵ばっかだな。これはゼロを壁に出した方がいいな。そうすると、あ、うちらの機動力が減ってる、もしや。ここに置いて、さらに援護をつけるから、誰で援護をつけようかな。怪獣にしよう。うわ、進めない、機動力がめっちゃ減ってる。なるべく魔法防御の高いやつを前線に出したいけど、飛んでるやつはめっちゃあれだな。大丈夫だけど、あれ攻撃してこない、どういうことだ。まあいいや。敵か、勝てると思うな。どうだ、弓コンビ最強だな。そんなに欲しかったのか。15、よしよしよし。あれ1しか、暗記殺し、暗記持ってるやついねえし。うん、いいね、減らない。おーっと、あと魔法防御の高いやつ誰なんだ。飛行系移動減、他は増加。いや、そんなこと言われてもな。あ、でも一ターンくらいで切れてんな多分。あと弓兵がいないよな。
下のあの二人どうしよう。今回ちょっとエルフィ微妙かもしれない。魔法防御的に。また龍脈使ってくるのか。永遠に使ってくるなこいつ。長期戦になる可能性がある。カミラの機動力が半端ない。だっていくつ当たるこれ。うわ結構食らう。ちょっと危険だやっぱり。なるほどね。龍脈で消し去れってこと。あれこいつ魔法使ってきてる。倒せるやつを倒しとこう。くらえ。こいつ機動力すげえな。ちょうどぴったりか。見事だ。ちょっとマークス転職させたから弱くなっちゃった。あの右上のやつらどうしようかな。悩ましい。レオンで倒しに行くか。あ来た。うわー武者が来た。武者がレオンで倒しに行こう。リザイア持ってれば無双できんだろう多分。あとこいつらか。なんか龍脈使っていきなりすげえ機動性できそうだもんな。飛んでるやつら。うおーすげえ来てる来てる。これはマジ危険だな。こいつがよしこれでこれでいいや。今回はかなり自利品の戦いになってる。魔法防御高いのはいいけど命中率も低いな。だからここはちょっとレオンに頑張ってもらうしかない。無駄。よしマジ一人で制圧できんな。来たか。しかし俺のナイスな配置で弓で反撃ができる。うおーめっちゃ来るな。どんだけ来るんだよ。モズメ頼むぞ。お大臣輸送隊から小判持ってこようかな。結構いいかもしんないその戦法。先手必勝。何がいいかな。下克上いらねえなもう。でこいつをやっぱりちょっとゼロでなんとかしよう。ほらいいねー。関与その程度ではな。でアクアで復活させて下のやつも倒そう。いけるよな。 OK OK。 さらばだ。楽しめたぜ。よしこっからレオン無双をやるしかない。
当たれよ。オッケー。無様だね。あれカニラってどれくらいあるっけ。これベルカだし、もはや誰が出たかわからん。あ、やっぱ結構強いわ魔法防御。これでここもほぼ制圧できんな。あと弓兵、弓兵こいつ倒さないといけねえな。あれ意外にダメージ食らわない魔法。魔法防御いくつある。19しかない。うお、何も上がらない。超ショックだ。レベル上がった意味がないからな。こいつショートボウ持ってるよね。よし、当たってくれ。あ、結局倒せないんだ。ショートボウって何、どんなんだった。うつしみ。あ、これあれか、人形作れるやつか。いいな。7ターン目終了前、ラッキーセブンいらねえな。そう、あ、すり抜けもいらねえな。いや、いるかな。何かの時に役立つかもしれない。あとなんかこっちの方出てこなかったっけ。出てきてるよ。こいつらもいるよ。うわ、めっちゃ来る、めっちゃ来る。絶対だな。うお、すげえ。ここはまた弓兵の出番だ。いけねえし。モズメちゃん頼んだよ。オーケーオーケー。そして、うわ、進めないか。そうするとアクアで復活させよう。でモズメで倒すと。大活躍だ。あといたっけ、出てきたやつ。いた、こいつだ。もう少し進むか。そうするとてか全然進めない。なんてことだ。これ龍脈使えばかき消せるんじゃないか。おお、進める進める。ただ飛んでるやつが進めない。まあいいか、それはしょうがない。今回エルフィーがちょっと活躍できてないな。おお、来ない。そうするとやっぱりちょっとレオンここに置いておびき寄せを。来たな。あ、こいつ、あいつじゃん。刹那じゃん。私頑張る。ヒノカ様にそう約束したから。大丈夫。頑張ったところでどうにもならんのだよ。かわされたか。ダメージを食らったとしても、でもそもそも食らわねえし。うおー、回復してきやがった。あいつ秋祭り持ってんのか。すげえ、増援の数が半端ない。さすが敵の本丸だよ。やばくね。こっちの方が命中率は高いか。気をつけない。早く転職したい、スキル覚えて。全然経験値上がんねえし。ダークナイト。主人公意外に魔法防御低いか。17食らうな。あとはまたちょっとリザイア無双をやりたいから。1残るんかい。剣が上がったけど、大丈夫。
あと誰あげればいいんだ。カラクリシってさ、写し見ちょっと使おうかな。イエーイ、これでマジ弓無双ができる。そんなにただもう経験値は入らないな。みんな強くなりすぎたか。これ大丈夫だよな、こいつら大丈夫だよな。オッケーオッケー。あれ、なんか使われた。能力が下げられた。よし、なんなんだよマジこいつら。うわー、直撃を食らったぞ今。あー、全然進めない。マジきついなこれは。そうすると、ちょっと待って、こいつの機動力が半端ない。でもなぎなたか、なぎなただったらなんとか耐えられると思うんだよね。とりあえずそうだな、やはりちょっとレオンに壁役になってもらうしかないからな。今回これでいいか。うおー、下げてきたー。レオンどころじゃなかったよ。結構食らうな。18か。あれ、こいつヒットポイント上げてなくね。あ、違う、下げられてるんだ能力を。ヒットポイント下げられてるんだ。マジ厳しい。いって、貧弱部隊だ。最大ヒットポイント半分か。うわ、マジかよ、どんだけくんの。うわ、こいつの最大ヒットポイント半分になってる。これか、あともう一体下げられそうだな。最悪、負けるときは負けるぞ。すげえ、2人いる。そこをどけ。おい、200。最強だ。更新したんじゃないか記録を。こいつ狙えない。こいつで倒すか。大丈夫だよ。レベルアップ。あとこの2人だ。マジ厄介だな。準備はいいか。さすがだね。まずいな、ヒットポイント減らされてるから前線に出すのも結構危険そうなんだけど。マークスとか次減らされそう。もっと楽しませよ。この弓兵ちょっとベルカで。あ、ダメだ、危険だ。え、誰？カミラ？え、マジ危険じゃん。危険だけど死にはしないよな。よし、倒せば問題ない。半端ないレベルだな。守備の叫び。結構いいかもしんないけど。だいぶでも殲滅はしてきたな。下のやつらがめっちゃ来るなこれ。今回下はおびき寄せるか。押しミスった。これでもうなくなったっしょ、杖。うおー、悪か、危ねえ。うおー、危ねえ、かわせなかったらアクアが死んでた。超危ねえ。なんて危険なやつらなんだ。お前らは排除する。まだ足りないな。危険すぎるお前らは本当に。力こそ全て。
バカズが違うぜ。どっちが本物だか分かんなくなっちゃった。アシュラ。あ、写し見って書いてあるし。回復してくれ。リライブあと1個しかない。もうそろそろ攻め込んでも大丈夫だろう。これ何？どっから攻めんの？これいけんの？待機不可。いけねえし。こう攻め込んでいくしかないじゃん。飛んでるやつらはこっちから行くか。そうすると狙えるよね。狙えねえし。え、てかいけねえ。マジでいけねえ。岩ごときでそんなに阻まれるなんて。いやーレオンどうしよう。26しかないよヒットポイントが。こいつも28したんかな。主人公に至っては殺されたら終わりだからな。シミ君あそこに龍脈がある。龍脈使われたら龍脈返しをやればいいわけでしょ。うんー、レオン、レオンどうするか。ただな、主力であることには変わりないからな。こいついけんじゃん。こっち飛んでいける。ちょっと待って、こいつらの射程を。こいつは動かない。ここで止まれないっていうのか。そうかそうか、進軍はできるけど。じゃちょっとここで待ってて。飛べる部隊はレオンとかが動き出せたらすぐに突撃する。ちょ、全員連れていかないとな。いつどこから増援が来るかわからないからな。アクアとかまだブーツ使えるのかな。もう一歩機動力を上げたいよな、アクア。うん、敵は出なそうだな。いやーでもちょっと待ってよ、この一気になだれ込める位置からなだれ込みたいから。浅間はもう武器ないのかなこいつ。いやー意外に苦労したな。カンナを動かそう。回復役マジで一人しかいねえな今。メイド、メイドがうちにはもういない。おし、なだれ込め。倒せるやつを倒していこう。うわ危険だ、やっぱりめっちゃ食らう。ちょっとリザイア、リザイアじゃねえしこいつ。こっちだ、いけないあっちまで。なるべくなるな。危険なことはしたくないから、まずこいつで減らすだろう。こいつを往生際が悪い。クリティカル出なかったか。でも倒した。 あれレオンのレベルがマックスになってしまった。さすが無双してただけあるな。いけんな、倒そう。俺に任せろ。いや、この神信じてたぜ。あ、俺もマックスになってしまった。よ、重爆いらない。で、カンナちゃんでこのような蛮行を行えて、あなた方に生きている価値などありません。今すぐあなたを仏のもとに送って差し上げましょう。生きてる価値がないって言われたよ。ひどいな。これでバシュッとやって誰でも倒せんな。マークス、さよならな。ここまででしたか。一応なぎなた持ってんだなこいつ。愚かですね、あなたも私も。レベル上がってくれ。よしマックス。ちょっとこれあれだな、
レベル上げるアイテム買わないといけないな。死の吐息覚えた。これだよ、これをね覚えたかったんすよ。でもなんかすげえいいのいっぱい持ってっからな。どうしよう、力プラス2とかいいかな。こいつで倒して、あとは火の花だけだ。弓部隊でなだれ込むか。もずめちゃんここに置いて、うつしみくんはちょっと次攻撃できるかな。あ、いけそうだな、これいけそうだな。もううわ、やばいやばいやばい、調子に乗りすぎた。とっとと制圧しよう、倒して。無理だ、いけない。アシュラどうだお前、 73%。 もずめちゃんどう、 100%。 行くしかない。アンヤの手のものは誰であってもこの先には行かせんぞ。そんなセリフは。あ、いった、銀の投擲なぎなたみたいなのを使ってきた。アシュラお前に任せる。よし、ナイスだ。あとは側近を倒せば、龍馬兄様どうかこの城を。制圧制圧、全然進めねえじゃねえかよ。マークスお前どうだ、倒せない。最後の最後に来てなんかかなり危険になってきたな。アクアがこのわけわかんないところにいるかんな。龍脈だ、龍脈を使えばいいんだ。マークスで龍脈を使って、これで多分地上部隊がいけるはずだ。いける、よしよしよし。全然減らせらんねえし、こいつでバシュッとやろ、バシュッと。いいね、危なかった。バシュッとやってで、ちょっと待って、多分飛んでるやつが全然動けなくなってるから、制圧をレオンで行えばいいわけだな。よし、もう右のやつはほっときましょう。こいつももう19か。てんてんてん、あ、うつしみだからか。制圧します。間違えて龍脈使ったら最悪だな。いやー結構長期戦になったな。まあでも死人はまだ出てないから負けたのだな。私はこの城を守ることは叶わなかったが、さ、殺すなら殺せ。第一王女として命乞いはしない。その代わり残った兵たちはどうか除名を。な、何をおっしゃるのですか日の香様。こいつ何持ってんの。あなたはここで死んではいけません。ダメ、そんなの絶対ダメです。日の香様が死ぬのなら私も一緒に死にます。こいつら命を無駄にしてんな。ダメだ、父上は敵将の命を救うことなど決してお許しにならない。だからすまないが、はあ、そうか、ならば人を思いに殺せ。ああ、やるのか。これ本持ってたら本でやるのかな。外れた？いえ、外したのですか。どうして。ミカミックス、日の香姉さんよく聞いてくれ。今この瞬間から姉さんを死んだことにする。だからそこにいる神官たちと一緒にどこかに隠れていてくれ。それから姉さんの武器はもらっていくぞ。姉さんを撃った証として父上に献上する。どういうことだ。私を殺さないのか。ああ、少なくとも俺は無駄な脱水だけは避けたいと思っている。日の香姉さんもここにいる兵たちも殺しはしない。そんな、ならば私も共に行こう。私が龍馬兄様を説得すればこの戦も早く決するかもしれぬ。それはダメだ、姉さんが生きていることが知られたらガロン王は何をするかわからない。辛いかもしれないがどうか待っていてくれないか。
戦争が終わるまで隠れていてくれればきっと生き延びることができる。みんな死なずに済むんだ。しかし私はこのまま待っているわけには。まあ聞き分けのない子。すっげえでっけえもの持ってんな。あらあら、うっかり喉元に刃が。ちょっとでも動くと喉を裂いちゃうかもしれないわ。何を。そうね、私の弟が決めたことだもの。こいつあくまでも弟を貫き通してるな。あなたの除名に異論はないわ。でもあんまりミカミックスのことを困らせないでちょうだいね。これ以上逆らうようなら私手が滑るかもしれないわよ。相変わらず怖い顔。そんなことじゃ桜王女と再会したとききっと怯えられちゃうわ。何？桜は生きているのか。さあどうでしょうね。全てが終わればわかるかもしれないけど、そのためにはミカミックスの言う通り隠れててもらう必要があるの。あなたが死んだら桜王女どう思うかしら。ああ、わかった。お前たちの言う通りにしよう。そう、わかってくれて嬉しいわ。従順にしていたら優しくしてあげる。よく見たらあなた私の好みの顔出しだわ。おいお前浮気か。旦那がそこにいるのに浮気か。可愛くてとっても綺麗。素敵だわ。照れてる顔もなかなかね。おい、なんとか言ってやれ。ごめんなさい。それじゃあ私たちはもう行くわね。さようなら白夜の王女様。おい、ミカミックス、上階には龍馬兄様がいる。もしお前たちが本当に無駄な殺戮を避けたいというのならどうか殺しはしないでほしい。母様に続き龍馬兄様まで亡くなったらこの国はおしまいだ。わかった。約束しよう。龍馬兄さんを絶対に死なせはしない。この救いの刀にかけて必ず守ってみせる。ありがとう。そんな救いながら戦えるのか。それから最後に一つだけ言わせてくれ。俺たちのしたことは白夜王国にとって日の香姉さんにとって決して許せないことだと分かっている。だがもし全てが終わり平和な日々が来たら俺はまたここで今度は本当の兄弟としてみんなと笑い合えたらいいとそう思っている。ミカミックス、すまん。そんなことできるものも、そんなことできるものかと怒ってくれても構わない。だが俺はそう思っていると、それだけはどうか覚えていてほしい。ミカミックス、日の香様、ご無事でよかったです。行きましょう。ここにいたら見つかっちゃいますよ。そうだな、暗夜王国君のしたことは許せるものではない。今までの卑怯な行いもこの戦争も全て許しがたい蛮行だ。だがミカミックス、お前の願いは本当の兄弟として笑い合いたいというその思いだけはいつか叶う日を願わずにはいられない。それはお前が許せば済むことだろ。龍馬兄様、どうかミカミックスを。はい、というところで次は龍馬戦ですかね。第24章これで終了したいと思います。